はい、どうもエスペロ TV のゆうきとひろきです。はい、今回は冒頭の挨拶に使われる曲、はい、予想してみたということで、はい、やっていきましょう。はい、はい、ということで、まあ、冒頭の挨拶曲もね、はい、毎回毎回これも楽しみの一つであるんですけど、はい、今回は、まあ、ちょっと僕からね、はい、予想言いたいと思います。まあもう本当に直感で、はい、これで聴きたいっていうのを選びました。はい、ターニングアップです。おお、うん、アナフェス2020の一番最後の曲なんですね、はいはい、アンコール含めないと最後の曲になるんですけど、うんうん、でその曲で、今回 This is 嵐ライブ、新しいオリジナルのまたライブの時の冒頭の挨拶でそのターニングアップを使った挨拶を聞きたいなっていうので選びました。なるほど。はい、まあ、なんか昨日もね、どこで入れるんだろう、もしターニングアップならどこかなって思って、うん、ラップ前かなみたいな、うん、ラップ前かラップ後かじゃん、だいたいラップ前に冒頭の挨拶入れて、で最後翔くんで終わるから、うん、そっから、ラップ入って、うんうんうん、で歌い切るんじゃないかなみたいな。なるほど、うん、結構ちょっとそれで見てみたいと期待したいですね。はい、はい、ヒロは、はい、僕はパーティースターターズだと思います。なるほど。あのアラフェスの時もずっと流れてたじゃないですか、準備中の時も。あ、確かに、もうあれはもう挨拶できますよっていう、まあ、同じね。そう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 、リズムだし、そう、うん、なんか挨拶に持ってこいですね。そうっていうのもあるし、うん、やっぱり盛り上がる曲ですねだなと、うん、しかもスターターズっていうかこう、うん、パーティー始まるよみたいな、ね、なんかそんなそんな軽い感じ。まあでもほんとそんな、はい、なんか明るい曲で、うん、場が一気にこう温まる、はい、さらに今から行くぞみたいな、うん、意思表示の曲にもなるのかなと思って、うんうん、その曲なんじゃないかなと思いました。はい、はい、いやこれは熱いですね、2曲とも。そうですね、はい、皆さんもあれば。そうですね、毎回毎回ですけど、はい、で冒頭の挨拶がパーティースターターズが終わった後は、うん、僕はショータイムが来るんじゃないかなと思ってます。なるほど。だから The Music Never End、はい、Do You、はい、パーティースターターズ、ショータイム、めちゃめちゃもう、もうアルバム曲アルバム曲で畳みかけるそっから、うん、あの、はい、でもショータイムは僕はちょっとこうショータイムに入る前の演出は、うん、凝ってるんじゃないかなと勝手に思っていて、うん、シュガーみたいなポジションで来るんじゃないかな、ショータイムが。はい、なるほど。なんでちょっと凝った演出から入り、うん、ショータイムが始まるんじゃないかなと思って、うん、まあでも4曲目でそれは多分早いんでもしかしたら中盤、そう、中盤、ショータイムは中盤で何か他の曲が、はい、パーティースターターズの後に入るんじゃないかな、はい、思います。ただでも畳みかけるのがすごく好きで、まあ、僕らが一番最初に見に行ったアラフェスも、うん、フェイスダウンから始まり、クレイジームーン、君は無敵、トゥルースで、ウェルカムトゥアパーティー。そう、めちゃめちゃダンス曲、まあ、かっこいい曲でガンガン踊りまくって、うん、めちゃめちゃ好きでしたね、あの私が、うん、はい、ちょっとじゃあ好きなボートナイツを発表ということで、はい、発表、はい、はい、好きなね、でもこれはあれだな、結構、うん、やっぱ好きなというか感じで言うと、はい、やっぱアラフェス2013の、はい、ウェルカムトゥアパーティーの冒頭の挨拶が好きかな、うん、なるほど、うん、曲もやっぱパーティー、うん、ウェルカ
Welcome to the party、うん、ようこそ、うん、みたいな、そういうすごいポップで明るい曲で、うん、でもあの雰囲気がすごい好きだな、うん、アラフェスとかの2013年、うん、じゃあ曲も込みで、曲も雰囲気も照明とか、うん、あと後ろのなんだろう、あ、電飾もレインボーに光ってて、はい、まあ、DVD で見た時にも画質がめっちゃ綺麗なんだよ、うん、なぜか、うんうん、通常の買ったんだけど、はい、だしこうセットのあのセットもすごい好きだった、確かに、まあ、なんか総じてあの冒頭の挨拶がすごい好きだなって思う、ヒロは。いや僕は宮城のシャッフル挨拶の、あーシャッフルね、普通に、はい、あのびっくりしたというか、最初何か えみたいな、そう、あ、順番間違えたのかなみたいなぐらい、そう、あれも衝撃的だったんで、うん、結構宮城のライブはすごい攻めてるなじゃないですけど、うん、思い出がすごいあります。確かに、ね、はい、はい、じゃあ宮城が、はい、宮城が思い出、宮城、まあ、宮城もう一個思い出は、はい、桜井翔くんが自分のソロの曲の歌詞を変えてきたっていう、うん、あれはめちゃめちゃかっこよかったです、ね、かっこよかったね、半端じゃないですね、あれもファンにとってはたまらないですね。もうサクラップから僕はハマったので、うん、まあ、あの曲も何回も聴いてるし何回も歌ってきたからこそ、うん、すぐ分かるというか、まあみんなも分かると思うんですけど、皆さんも分かると思うんですけど、まあ、だってめちゃめちゃ2回ライブ行って2回とも翔くんのソロがそのヒップホップ、ああそうだ、ブギーだっけ、うんうん、のですもんね、アラフェスも宮城も、はい、うん、すごいかっこいい、はい、はい、毎回宮城の思い出を語るたちになってんだけど、宮城相当ね印象に残ってます、印象深いですね、はい、はい、多分話したらキリがないのでですね、ちょっとこの辺で終わりたいと思います、はい、ということで今回は、冒頭の挨拶に使われる曲を予想してみたということで、はい、はい、ぜひね、もし皆さんもよかったらコメント欄で、はい、この曲が使われるんじゃないかとか、この曲使ってほしいみたいな、はい、いただけたら、はい、嬉しいです、はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ちょっと手振ってるよ。どういうこと？サムネ、サムネ。